そうですよね。でもそれは本当に皆さんのおっしゃる通りなんですよ。まあ、皆さんもおっしゃる通りで、まあ、トノサマバッタっているじゃないですか。でかいバッタね。トノサマバッタ、うん。でも子供の頃って、全然普通に触れてたと思うんですよね。うん、でも、大人になると、やっぱこう、触るの躊躇してしまうというか、今もし目の前にトノサマバッタがいたとしても、やっぱ躊躇してしまいますよね。触ることに対して。うん、まあ、だから何というのかな。まあ大人になるにつれて失っていくものを、まあ、童心っていうんですかね、子供の心、やっぱりそういうものは、まあ、あるんじゃないかなっていう、まあそう思いますけどね。うん。はい、じゃあ続いてのお便り参りましょう。はい、ラジオネーム警戒心の薄れた鳩さんからいただきました。ありがとうございます。はい、加藤千佳さん、こんばんは。こんばんは。最近芸能人の方で YouTube デビューする人多いですよね。内竹さんはどう思いますか？忌憚のないご意見をお聞かせください。ほうほけきょということでね、ありがとうございます。うん、まあそうですね、まあ確かにそうですよね。まあ今年になってから急に増えたなって印象ですけれども、まあその前に一つ言っておきたいんですけれども、あなたは鳩ではない。ほうほけきょと鳴くのはウグイスだ。まあ鳩に憧れる気持ちわかるんですよ。まあすごくわかります。平和の象徴とか言われてるしね、まあかっこいいじゃないですか。でも警戒心の薄れた鳩ということで、まあ公園とかにいる鳩かな、うん、それは憧れますよね。でもウグイスは鳩にはなれない、残念ながら。でも裏を返せば鳩だってウグイスにはなれないわけですよ。憧れの気持ちは大事、すごく大事。でも憧れと 100% 同じにはなれない。だってみんな違う生き物だから。でもみんな違ってみんないい。あなたの存在は唯一無二だ。自分を偽って憧れに近づこうとするよりも、嘘偽りのない自分に誇りを持ってほしい。そして輝いてほしい。そっちの方がええやん。そっちの方がめっちゃええやん。まあうちも関西人なんやけど、正直東京に憧れてた時もあった。でも今は大阪で生まれたことを誇りに思って生きてる。これがうちなんや。嘘偽りのない本場のうちなんや。そう思ってる。でもあれやけどな、未だに関西生まれでもない奴が関西弁話してるのを聞くとめっちゃ腹立つけどな。あれなんやろな。よそもんが一尾って真似すんなや思うけどな。天国の高地にしばかれてこいや思うけどな。ほんまに。まあ、うちも大阪で生まれた女やさかい、東京のことはよう知らんけど、これだけは言える。この動画に、オチはない。バン